あれ？この場面最近見たような。確かコメントにあったメンバーで PVP をやった時の場面だね。ということは、もしかして。はい。お二人にはまたコメントにあったパーティで PVP をしてきてもらいます。マジかよ。今度はどんなパーティで挑むんだ？今回はこちら。赤絹のサイヤ人、シャロット、ザッパの3人です。コメントありがとうございます。コメントに書いてあるけど鬼畜意図のことですが本当にやりますか？ゴッドパーティでも結構きつかったぜ。まあ確かにきつかったけど、楽しかったよな。とりあえず、当たって砕けてこいよ。砕けるイコール敗北なんだけどな。まあいいや、では一挙行ってみるか。対戦よろしくお願いします。強襲射撃は失敗。てかそろそろ初っ端の射撃やめね。やめない。射撃は私が私であるためのもの。だからやめるわけにはいかない。おう。わかったぜ。もう止めないよ。さてここからが反撃タイムだ。相手は GT パだからカバ研究室が2回発生すると考えておこう。でも攻撃が続く限りはどんどん続けます。しかし、あまりダメージを与えられていないので相手もキャラ戦をしてこないようだ。これはキャラ戦ミスだな。二つの一撃で落とされる可能性がある。あら、これはやばいね。どんどん削られてしまうかも。攻撃やんでよかったわ。危ねえ、めちゃくちゃ危ねえだわ。でもゴッドに変身できてないからめっちゃ削られたな。赤ギグさんが大活躍だわ。いけいけ、どんどん当てていけ。調子に乗るな。なんで今の回避しなかったの？見ての通り、気を貯めていたからです。回避行動が遅れました。なんかもったいないな。こういうしょうもないミスをしてしまうんです。誠に申し訳ございません。特殊で回復できるのはありがたいわ。赤ギグさん、意外と硬いの助かるわ。あ、これはザッパさんごめんなさい。まだ4分の1を当てられるチャンスが残ってるぞ。やっぱり無理でした。出番だな。正直残り2人だと勝ち目ないよな。まあでもまだ諦めるには早すぎるかもよ。こっちにはまだライジングが残ってるわけだし。前回も言ったけど、シャロットに射撃アーマーが欲しいです。こういう場面が結構多いんだよね。普段 PVP しているパーティのほとんどが射撃アーマーついてるから、どうしてもその動きになってしまうんだよな。あ、これは赤犬さんでもダメかもしれない。より負けた。これは落とされるな。お疲れ様でした。頑張れシャロット、お前で大逆転してやるんだ。お、これは落とせるんじゃないか。見てました。ここは大事だな。あ、ダメだこりゃ。レジェンダリーフィニッシュか。あれ、攻撃が遅れた。それならライジングします。これが通ったら結構いい感じになるのでは。あぶねえ。二つ選択しなくてよかったな。バニシングゲージがまだ。バカ者、下がるんじゃない。え？下がるとバニシングゲージが減少しちゃうの忘れたのか？完全に忘れてました。左右に移動していればワンチャンあったかもしれないのに。まあ次頑張るから、次行こう。対戦よろしくお願いします。お、この G7 号は今やばいの G7 号じゃないか。この G7 号良かったけど手に入らなかったな。まずくたびれたぜ。やはりボッタにならないと火力がつくですね。ボタは今しかだけに外しでしたね。
し、ゴッサに乗れたのでマシな状態になった。なぜか射撃でも仕掛けられたからこのまま落とそうぜ。そんなもの。ベーラスタのビーチか、敵になることを願いたいんだな。で、すみません、ライディングをずらせたぜ。ここでライディングを引き込まれ、インバリも気がせど、もう仕方がないか。いや、ここは普通にインバリまで行かないかもしれないぜ。これでダメだな。ラッハ戦の攻撃に力の低さが当たらなかったか。でもキャロットが頻繁に手を引いてくれたぞ。おーおー、すげーキャロットね。攻撃を止められてましたね。やーきここは回復してからのキャロ選択です。ここも大事だぜ。微妙か？オーケー。なんだと？よし、魔法使い。ぶち出してやるか。俺が何とかする。17号の攻撃食らったらやばいな。本気で行くぞ。あっ、ね、近づいてきてからの救助したことないわ。うむ、またビッタか。この程度か。これは耐えられる？落とされる？思った以上に大丈夫だったわ。続けていくぞ。やっぱりどっかだと攻撃が弱いな。それならその下に増えて先をぶっ放します。もうこれぐらいで落とせないよね。あとちょっとだったのに。これならどうだ。やべ、攻撃さばかっこいいね。あんたらは集まさんぞ。出番だな。ここからが大事だな。大事だなって言ってるのに薄いだろうな。でもさすがに攻撃は続かないだろう。いくわよ、効果力で落としてやるぜ。副将、いいかね、また出ましやがって。だが、これで終わりだ。今のは間一髪じゃないか。もうこういう先もあるって。はい、これで残り1体です。いよいよ勝てるんじゃないか。完全に行動するぜ。これは勝てたでしょ。何？だがザッハの火力が空挺でかもしれないな。やはり気持ちがない。俺の魔術を見せてやる。続けていくぞ。行くぞ。そこだ。うん、これは無限の打線機。これで勝ちだ。あ、この17号隊頻繁に乗ってるんですね。完全に終わりだと思ってましたよ。だから大事になって。まだ攻撃終わらないかな。お、止まった。これならこれで戦闘が終わりだ。負けるわけには。大変ありがとうございました。というわけで今回はここまでですね。 PVP は下手くそなりにも楽しんでおりますので、また時々動画を出させていただきます。なので引き続きよろしくお願いいたします。それじゃあまたねー。バイバーイ。